ただいまより会見を始めさせていただきます。まず知事から発言があります。お願いします。はい、本日の5時に所轄庁に託して次回事務局に私の辞表を提出いたしました。正式な手続きは時間がありますからかかりますが、私の一身上の都合ということで知事の職を辞させていただきました。今のことを繰り返した方がいいですか。この本日の5時に秘書課長に託しまして、知事の職を自身上の都合で知事の職を辞したいという辞表を提出させていただきました。で、理由につきましては週刊誌の報道というのがございます。でもちろんその報道されたということではなく、その中身であろうというふうに思っております。ね、私自身としてはそれは、身の上話も変ですけれども、私自身としては非常に落選中の中で、また、なかなかお付き合いする人にも恵まれない中でお付き合いをする人を探すと、そしてその中で、相手の方の関心を買うというんでしょうか、そういった中でですね、プレゼントがあったり金銭の授受があったりということがございました。私としてはそれは、交際の中でのことであったというふうには思っていましたけれども、しかしそれはそうでないと取られる余地もあったわけです。そうした中で、このような報道もなされ、そして、非常に県政に混乱をきたしました。それは私の不徳の致すところであり、これ以上の混乱を避けるためにも、また自分自身の行動にきちんとけじめを取るためにも、このように辞職ということを決意させていただきました。本当に一緒に仕事をしてきた方には、そして本当に多くの方に負託を受けたこの職をこのような形で辞めることになったということに関しては本当に懺悔に堪えません。特にということではございませんが、原発の安全性、これをきちんと、原発というものにきちんと正面から取り組むという課題を、私としては歴史的使命と思っていた課題を果たすことができなかったということに関しては本当につらい気持ちです。そして繰り返しですけれども、本当に多くの方の負託、そしてまた、多くの方の信頼を裏切ったということについて心よりお詫び申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。ご質問をいただいて、それでは各社お願いいたします。どうぞ。新潟日報の桑原です。ただ知事、事実関係の確認なんですけれども、辞職の理由、その事実関係について改めてお願いいたします。今ほど申し上げた通りでございます。私としては交際だったというところで、しかし関心を買うために金銭の授受もありまして、それに関してやはりそこは自分がどうあれやはりそう取られる余地はあったわけですし、大いに反省しなければならない。またそれに対してきちんとけじめをつけるべきだというのは非常に最大の理由であると考えております。もう一点だけ、今回 その辞職の理由というのは何についての責任を取っての辞職なんでしょうか。すべてだと思いますが、それでもう少し具体的にいただけますでしょうか。そのような誤解を招く行動を取ったということもありますし、それによって県政を非常に混乱させたということもございます。それらの全てだと思います。新潟日報です。昨日の会見では1日2日、気持ちの整理をさせてもらいたいということと、週刊誌の報道を見た上で
自身の、まあ、事実について説明したいという発言があったんですが、それで今日、今日1日経って辞職表明されたというのは、心境の変化とか、どういったあれだったのか、またあと、その事実、まあ、週刊誌の報道、まだ一般的にはまだ販売されないわけですけども、事実についての説明というのは、その点はどうなのか、聞かせていただけますか。その期間につきましては、それは、まあ、1日2日ということですから、まあ、決心がついたということで、決心がつき次第ということでご理解いただければと思います。で、まあ、週刊誌の、まあ、その報道を見てというのも、それはまあ一つの理由に過ぎないわけで、で、大きな理由ではなく、でそこでやはり決心がついたところでということで、お話しさせ、このように会見の機会を設けさせていただきました。はい、自身がその週刊誌 の, その報道の内容と、まあ、出会い系サイトで知り合ったその複数の女性と、まあ、交際をして金品をお金を渡していたということなんですが、そこは週刊誌に書かれている報道は全面的に事実なんですか。事実関係としてはその通りです。じゃ金銭も渡したということですか。そうです。ただそれは私としてはそういうつもりではなかったということです。TBS テレビビビットのジョージと申します。今記事に書かれていたことは事実だというお話がありました。で具体的にちょっといくつか確認をさせていただきたいんですが、まず1回、ちなみにあの記事すいません、ちなみに記事っていうのはそんなに確認はしていないんですけれども、ね、私の方から具体的に伺いますので、はい、まず事実かどうかをお答えください、はい、1回会うときに3万円渡していたということなんですが、まずその金額というのは事実でしょうか。その程度ですね。知事に当選した後には3万円から4万円の金額を増やして渡していたという記述があるんですが、その件も事実でしょうか。場所は変わりますので、タクシー等も使われるので、それは増やして少し増やしたということだと、タクシー等の代でということで増やしました。今その金銭を渡して付き合っているというつもりではなく、まあ、昨日の会見でもおっしゃっていましたが、自分はスキーで付き合っていて、自由恋愛のつもりで付き合っていたということでしたけれども、ではその3万円、4万円という金額はどういう意図で渡されていたものなんでしょうか。関心を買おうと思っていたということですよね。それによってその好きになってもらおうと思っていたという、より好きになってもらおうと思っていたということだと思います。知事になられてから、まあ、金額を増やしたという今事実を認められましたけれども、知事になってからの報酬というのは税金から出ているものであって、それをこういうものに金額として使っているということにこう後ろめたさとか罪悪感というものは全くなかったですか。まあ、それは少しどうなんでしょうね、その少しそれは論点としては違うというように思います。その私自身はその関心を買うためであり、また遠いところに来ることになるので、まあ、それで、まあ、少しタクシー代も含めてということでそうなったわけなんですけれども、ね、そのこと自体の是非というのは問われるべきだと思います。そのこと自体が私がどう思っていたにせよ、それはそういうそうではない取られ方をするという、そのこと自体の是非は問われるべきだと思います。ただそれがそのもちろん税金だからということはあるんですけれども、ただまあ税金だからということになったら、それはではワインを買ってはいけないのかというような話にはなりうると思いますので、それはそのこと自体の是非という問題であって、まあ、税金だからということとは少し違うんだと思います。昨日の段階では明日会見を行って審査についてはっきりおっしゃるというふうに、予定していたと思うんですが、その予定を前倒しして今日辞職を決めた理由、一日早く決めた理由というのは何が一番ですか。決心がついたことです。で決心がついたんでしょうか。それは人間の心のことなので、何ともなかなかそれは何と言っていいのかわからないですけれどね。例えば他の方から何か信念を受けたとか、こうどういう内容が記事に載るということを知ったので決めたということではないんですか。いや、そうではないですね。もう様々な方から信念は受けて、様々な内容から決めたということです。記事
多少なりとも皆さんご承知の通り伝え聞きますので、伝え聞きはしておりますけれども拝見はしておりません。全然ゲラとかも見ていなくて、どういうことが乗るのか全くわからないっていうふうに、まあ、全くっていうことではないですけど、はい、簡単にはわからないというのが、はい、その実際にこういうことが乗るというのが分かって、もうここまで乗るのであれば責任を取らざるを得ないなと思った部分というのはありますか。まあ、率直に言ってそうではないです。まあ、それは多少なりとも皆さんも把握してきてらっしゃると思いますけれども、今日の午前中にはもうほぼ気持ちを固めて、さまざまなことをしないとこういうセッティングができませんので、まあ、その後これもご承知の通り午後ぐらいから、まあ、なんて言いますか、伝え聞くようにはなるわけですので、まあ、そういう経緯ではないです。まあ、まさにそういう細かい経緯は私の弁解になるとは全く思いませんけれども、まあ、少なくとも本日の午前中にさまざまなご連絡をしておりますので、まあ、そういう意味では、まあ、間違いなくそうだというふうに思います。はい、どちらから読みますか。日本テレビスティアです、まあ、女性なんですけど、一人の女性ですか、それともその複数の女性と立ち会ってますか。一期間には一人です。まあ、多少なりともそのいろんな経緯で少し重なってしまうときはありますけれども、少し重なってしまうというのは、じゃあ複数人と同時に金銭の授受を通してお付き合いをしていたということがいいですか。少なくとも、まあ、厳密に言うならばそういう時期があったことはあるんですけれども、まあ、基本的には一時期には一人の方です。一人の方です。一人じゃないときもあったんですか。なんて言いますか、どこを重なっているかということだと思うんですけれども、いや、やっぱりお付き合いするときに、ね、こうまだ前の方とお付き合いしているのに次の方っていう、まあ、非常に疎遠になっているときにというようなことでしょうかね。ご自身ね、弁護士資格も持ってられて、まあまあ、放送にも詳しいと思うんですが、まあ、ご自身がやっていたことに関してですね、まあ、弁護人の立場からですね、どういうふうに思っていたんですか。弁護人という立場を全く忘れて、弁護士ということですか。はい、弁護士といういわゆる、まあ、法律は詳しいわけですよね。やってることに関して全くその罪悪感等は感じてなかったんですか。私自身はこれはその、まあ、それはある意味で自分への言い訳だったかもしれません。私自身としてはこれは好かれるためにやっているんだというふうに自分に言い訳していたというふうに思います。だからもちろんそれが別の見方もできるということを知らなかったわけではありませんから、ここは本当に反省しなければならないし、まあ、本当に本当に申し訳ないと思います。別の見方って今言われました。それで先ほどそういうつもりではなかったの、そうって、これ別の見方とそういうつもりではなかったってどういうことなんですか。その通りだと思います。それは別の見方ってのはどういう見方ですか。その私としては何て言いますか、それはこうその人に好かれるためであった。で、ただそのもらう側からはそんなことで好かれるなんて好きになるなんてことは全くない、ただそれでそのもらうことだけが目的だったということは、まあそうだったのかもしれ、そうだったんですよね。では体の関係を保つために、体の関係を持つために金銭の授受をした、物品の授受をしたということですか。その疲れその結局、その、まあ、ちょっと全問答のようになって大変恐縮なんですけれども、で少々本当に言いづらい言い方ことにはなるんですけれども、好きになるって、まあ、最終的にはその多少なりともそういう肉体関係を持ちたいという気持ちと重なるんだと思うんですよね。で、結局それが金銭の対価かどうかというのは、好きになってほしいって思ってるかどうかなのかなとは思います。私はその好きになってほしかった、まあ、少なくとも少し好きでいてくれて、より好きになってほしいと思っていたということです。県民の方は皆さん思っていると思うんですけども、
あのご自身独身ですが、はい、まあ、普通に交際するんだったら何の問題もないと、はい、でプレゼントしては何の問題もないと思います。でここでこんなことになってしまうというのは、まあ、あの県民の方は理解できないと思います。そこはどのように説明されますか。そのように、いや、そのやはりそのやり方が誤解を招くような方法だったんだと思います。これ誤解なんですか。そのなんていうか、一つの物事に対して私が考えていたことと相手の方が考えていたことが違っていたということだと思います。すいません、お願いします。どなたに言えばいいですか。はい、はい、と言ってもどなたかわからない、はい、まあ、じゃあ順番でこちらからでいいですか。あの随分心身ともにお疲れのように思われますが、体調などはどうなんでしょうか。うん、あのもちろん、あのそうですね、私の体調のことを言うあの立場にはないというふうに思っております。自分の起こしたことですので、ね、ただそうですね、あの決してあのこれによって体を壊すというようなことは、まあ、私はないと思っていますし、そのあったからといってその何か言い訳になることではないと思います。この件でいわゆる頭を悩まされた時期というのはどれくらいに当たるんでしょうか。例えば先週ぐらいだとか、あの日曜日にあのもちろん報道がございました、あの取材がございましたので、そこから4日間ということになります。いわゆる出会い系サイトの利用、そして援助交際と言われる行為、これはいつ頃から行っていたんでしょうか。あの、まあ、それも非常に断続的というのが事実だろうと思います。正直いつぐらいというのはあまりよく分かりません。でも少なくとも本件にそうあの報道されているようなことに関しては 2,3 年前だろうというふうに思います。知事という社会的な立場になって、それをすみません、 2,3 年前ではないですね、 3,4 年前であるはずですね。3,4 年前であるはずですね、はい、4年前は何か、それはいや、あの知事になってからってほとんどないので、そこから 2,3 年ってことだと 3,4 年前ってことになるということです。なって社会的立場になってから何かそういうのを止めようという思いはなかったんでしょうか。ございました、ございました。しかし、まあ、あのすでに、ね、あのお付き合いのあった方からあの大変すごいですねと言われて、でそこは、まあのまあ、浮かれてしまったということでしょうね。個人的なことで恐縮ですが、今後知事を辞められてからも例えばそういったことを行う可能性というのはあるでしょうか。あの私自身はないと思っています。その、まあ、これも非常に個人的なお話で、あの非常に、まあ、そんなことを話すことが適切かどうかも分かりませんけれども、うん、まあ、ある種満たされなかったんだろうと思いますよね。満たされなかったんだろうと思います。あの、でかつ多少なりともちょっと本当にそんなこと話すことは適切かどうかわからないんですけれども、その後で、まあ、今はもう別れてしまったんですけれども、友人のご紹介でお付き合いをしていただいた方がおられて、で無理をしなくても愛されるってこんなにいいのかと、こんなに楽なんだなって思った時期があって、もう一度繰り返したいとは思わないですね。この方とはどうなんですか。残念ながらお別れしました。じゃあ、まあ、順番でこちらから。富士通信の笹さんです。昨日のこの会見で、あの一行為についての行政のお話で、まあ、あると取る余地もあったというお話をされていたかと思います。はい、もう一度お願いします。あの違法性について、まあ、私自身はそのようなつもりではなかったけれども、そうであると取る余地もあることを知っていたというふうに分かっていたかと思うんですけれども、その行為というのは、まあ、今回あの明らかにされようとしているお話の中では具体的にどういう部分が語れるんですか。まさにその金銭の授受があったということだと思います。それが私としては好かれるためであったけれども、相手がそうではないと思っていたら、それはその罰則はないですけれども、まあ、あの違反だという余地はあると思います。違反というのは、その具体的な援助交際と呼ばれることですか。まあ、その援助交際っていうのは、まあ、なんていうか漠然とした言葉ですから、まあ、それは売買春という可能性は、それは
言われる可能性はあるということだと思います。この会見では金銭の授与ですとか出会いの経緯についてはお話にはならなかったと思いますけれども、改めて、今日明らかにされてなぜ昨日は明らかにできなかったのか。それはあまり大きな理由はありません。やっぱりきちんと決心がついてからきちんとお話したいと思ったからです。新潟放送の坂田です。先ほど知事の方から、ご自身は交際をしていたつもりだったということだったんですけども、これ週刊誌の報道がなければこの交際を続けていたおつもりなのか、あと、知事という立場でですね、やはり当選して1年経ってますけれども、県民に対して改めてご自身のなさったことについて、どういうふうなけじめをつけられるのかを説明してくださいますか。すでに終わっていましたので、それはもちろん報道がなくても終わっていた、すでに、そうですね、年内に終わっていた、知事になった年のうちに終わっています。それは続けるも何もというところではあります。でけじめにつきましては辞表を出させていただいて、もちろんそれで済むこととは思いませんけれども、これからずっと食材ということなんだと思います。その終わっていた相手とは違って出会い系サイトを使っていたことに対してこれ報道されなかったら出会い系サイトを使い続けていたのかどうかというのはどうなんですか。それはもしかしたら使ったかもしれません。ただそれは出会い系サイトそんなに使いたいとは思っていなかったですけれども、使うこと自体が悪いのかということは、それはなんていうかそういうことではないんだと思います。はい、はい、テレビ新潟の中村です。知事として1年半余りの県政運営だったと思いますが、その中でご自身の一番の功績は何だと思われますか。そうですね、一番ということはどれもないと思います。でも前任者、いろんな新しい仕事をできる体制を少しは作れたということは、功績というのは本当に口はばったいですけれども、それのために心を砕き、その成果は少しはあったのではないかと思います。原発であったりとか特に力を入れている部分もあったと思いますが、県民の期待も大きかったと思うんですが、それを1年半で投げ出すということについては県民に何かメッセージありますか。心から謝罪したいです。そして本当にそこは申し訳ないなと思います。その負託に応えることが私の使命であったと思います。それをできなかったということに関して心から謝罪したいと思いますし、どなたでも構わないので、ぜひその方のスタンスで結構ですので、ぜひその方のスタンスでやり遂げてほしいと思います。じゃあ一番どうぞ。誤解を招くような行動というのが辞任の理由と一つとして挙げられていますが、ご自身の知事としてあるいは政治家としての資質に問題があったかどうかどう考えますか。それを含めて政治家の資質なんだろうと思います。もっと言うなら政治を目指す者の資質であるべきだったということだと思います。で、私は本当にその公職にあるものというものの重みを理解していなかったと。で、それを目指す者の重みというものを十分に理解していなかったと思います。本当に心から謝罪したいと思います。左にお聞きしますが、現金を、渡すことで異性の好意を得ようということについては、これは今どう思いますか。少なくとも私はそういうつもりではなくて、それによって本当に中年の男性がね、そののぼせたということなんだと思いますけれども、それによって好かれたかったんだと、そこは私は本当に思ってます。
まあ、それ自体がね、そんなことで好かれようと思うこと自体もそれはいけなかったと思います。新潟日報の笠原です、3点をお聞きします。在任1年約1年半という、歴代知事の中でも最も短い在任期間であったことをどう思うのかということと、今回のことがなければできればどのくらい何期ぐらいやってどのような政策を実現したかったのかということと、3点目にもし勇退するときには退任するときには本来であればどのような形で退任をしたかったのかという3点をお願いします。まあ、本当に歴代最短というのは、ね、極めて不名誉な記録であり、しかもそれは私だけの不名誉ではなく私を信任していただいた方の不名誉でもある。多くの方に不名誉を作ってしまったということに対して本当に申し訳なく思います。でもしこれがなければその何期だったかというのはそれは私は分からないですけれども、何期できるかも分かりませんから。でも本当に知事っていうのは本当にやりがいがあって、こんなに素晴らしい、 いやどの仕事も素晴らしいんですけれども、私にとってこんなに自分を生かせる仕事はあるんだろうかと思っていましたから、それはできる限り続けたいとも思っていました。だからそこは本当に残念です。入隊するときにはもちろんあれもした、あれもできた、これもできたと、もちろん私のそれは私のおかげとかっていう話ではなく、それは皆さんのおかげですけれども、ともかくあれも完成、あれもできた、これも完成した、そしてこんな風に変わった、その思いを胸に入隊できればこんな幸せなことはないと思ってました。できればこのような政策を実現したかったというふうに思われますか？たくさんあります。その原子力はもちろんきちんと、昨日も申し上げましたけれども、決してその私は思われているほど結論は全く決めていない。でも本当にあれを、あれ 原子力発電というものにと原子力発電所の事故というものに対してきちんと向き合って、しかもこの新潟でそれを賛成の人も反対の人もきちんと話し合う、そして未来を含めた解決をしていくということは本当にしたかったです。でもちろん給付型奨学金もより拡充して、多くの方にそういったことに苦労しないで教育を受けていただきたかったし、新しいものであった県民健康ビッグデータも、あれは非常に新しい試みであり、新潟県がそういったもう世界の先頭、私としては世界の先頭を走れると思っていましたから、そういったことも実現したかったですし、もちろん農業もそうですし、もちろん空港もそうですし、本当にいろんなことを実現したいと思っていました。ごめんなさい、順番としてはこちらです。はい、UX の小野と申します。世界の先頭を走れる新潟県にしたいと思っていたのであれば、そのような金銭の授受があるような構成をやめる方が先ではなかったんでしょうか？まあ、すぐに終わってはいたんですけれども、まあ、その前から公職を目指す者として、そもそもそういう公職を目指しているんだということをもっと深く考えるべきだったと思います。はい、UX の岡と申します。この1年半の任期の中で知事が今最も悔いが残っていることはどんなことですか？その少なくともこの辞めるということに関してはなくということですね。辞める今辞めるにあたって悔いが残っているもちろんこの辞めること自体が非常な悔いではあるんですけれども、それ以外のことでやり残したと、で最も一つでは本当にないです。すべてが悔いですよね。すべてを本当に何期かけても完成し、どん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 と良くしていきたかったので、す
すべてが悔いだと思います。土星問題も含めてということですか。これはもちろんそういう意味ではこれが最大の悔いです。知事は新潟県民が好きですか。県民も含めて好きですね。好きだからこそ本当に知事でいることが楽しかったです。それをよくしていけるということが、まあ、よくしていけるかわからないですけれども、自分がそこにこんなに形で貢献できるんだということを私は認識してなかったので、正直こんな形で貢献できるということが本当に嬉しかったです。ただその中で今回の一件で間違いなくこの新潟県のイメージダウンにつながったと思うんですが、そのあたり今どう受け止めていますか。心から謝罪したいと思います。でまたこの新潟県を良くしていこうという立場になるという気持ちは現時点で持ってらっしゃるんでしょうか。今私がそれを言える立場にはないと思います。NHK の水野です。知事以前、まあ、目指すべきリーダー像として、まあ、合理的なリーダーでありたいというようなことを言ったかと思うんですけれども、知事が目指したリーダー像と比べて今のご自分はどんなリーダーだったと思いますか。まあ、それはリーダー失格だったということだと思います。まあ、報道ではですね、交際相手のさらにまた交際相手の男性からなんかこう金銭をめぐるトラブルがあったような話もあるんですが、その辺りの実感としていますか。それは具体的なものはありません。ただこちら非常によくわからない言われ方でしたので、こちらとしてはそれを考えてしまうようなコンタクトではあったということです。何をしてほしいのかは非常にわからない形で、かつ、まあ、お名前もあまり明示されない形でコンタクトがありましたので、意図が非常にわからなかったということです。ただ具体的な金銭の要求があったわけではありません。知事としてはどういう対応を取ったんですか。どうすればいいんでしょうかと、そのいうふうに申し上げました。ただ向こうからのコンタクトも非常にこうなんて言いますか、非常に分かりづらいコンタクトがあって、やがてコンタクトは途切れてしまいました。何かを要求されたということではないんですか。具体的なものはないですね。分かりづらいんですか。どういうことを向こうから言うか。俺が何を考えてるか分かるだろう的な、そうちょっと一言一句には分から言えないんですけれども、まあ、そういった形ですね。今回報道ではですね、まあ、女性2人に関する記事があったんですけれども、これ以外で不適切な関係があったと知事は考えますか。あったと思います。ただまあそれは決してそれが目的ではなくて、まあ、なんて言いますか、なかなかそんなに私と、ね、お付き合いしてくれる方にお会いできないので、まあ、そういった過程の中でそういうこともあったということです。合わせて何人ぐらい。そこはあんまりわからないです。その中には結婚されている方がいたというのは認識はありますか。そういう認識はないです。私はもちろんいろいろきちんとお話ししますので、お話の中でそういうことを聞いたことはありません。ただ、まあ、そこは正直わからない部分だってあります。いや、ないです。基本的にはないです。そういう方とお会いしたことはありません。ゴゴスマの奥平と申します。今日は辞職願いは代理で提出されたということでよろしいですか。それは秘書課長にお願いいたしました。それは自身で持っていこうという思いなどは。どのようにすればいいですかということで、事務にご相談させていただいて、まあ、いろんな混乱もありますので、その方がよろしいんではないでしょうかというふうに言われましたので、まあ、そこは私の側を通すところではない、やはり一番その混乱のない方法でということで、そのようにさせていただきました。この後は臨時の議会というタイミングになるんでしょうか。その通りです。一応伺っている限りそれ議会の日程は私が決められることではないですので、議会の中で決まっていくんですけれども、伺っているところでは27日前後になるのではないかというふうには伺っております。
今後政治の世界に身を置くという可能性というのはありますか。現時点で私がそんなことを言える立場には全くないと思います。金銭のやり取りに関しては決心がつくまでは話せないということでしたけれども、昨日の会見は何のための会見だったんだろうという声がたくさんありましたが、これまで合理性を申し出られた知事として今回の日大の対応について改めてどう思いますか。そうですね、昨日もそれは確かに私の心の整理がつくまで待ってくださいって、それは決して、もしかして合理的な理由ではないかもしれません。合理的な理由ではないんだと思います。ただそれはお許しいただきたい。そのもちろん合理的にできればいいですけれども、できない時もあるということだと思います。大島です。金銭の関係にあった方々とは恋愛関係にあったと思うんですか。少なくとも私は恋愛感情がありました。今もそう思いですか。それは本当にそう思います。それはいろんな会話の中でも本当にそうだと思います。で本当に正直のぼせてたんだと思います。出会い系っていうのは何回ぐらい変わってたんですか。それはよく分かりません。何回かということです。人数も分からない。そんなには分からないです。そうですね。ちょっと繰り返しになるかもしれないです。知事に就任されてから、そのいわゆる出会い系、あとはいわゆる女性との金銭知事を通した交際はあったんですか。ありました。知事になられる前もなってからもございます。でなってからもどのぐらいまで続いたんですか。12月ぐらいでしょうか、はい、おととしですか。ですね。でこれは知事になったので関係を断たなきゃいけないというふうに思って辞められたんですか。そういう思いもありましたし、ただそれよりもその彼女の方から断られました。はい、ご自身としてはその知事の要職についててこんなことはしてはいけないという認識があったんですか。その当時彼女とは私としては非常にある種の私の側からはいい関係に私には思えたの でもちろんそのそうですね、もちろん誤解を受けるところはあるだろうとは思いましたけれども、同時に恋愛関係だという認識もありました。だったら別に関係を断つ必要はないんですか。彼女からお断りされましたので。それ以降はもう出会い系とかしてないんですか。そう思ってます。いや、おととしの12月からはもう一切してない。いや、一切ではないです。やっぱりそれは見たりしてることはありますから、はい、そのサイトを見てしまうことはありますので。やっぱりこの本来ないといつも見つけてるんですね、出会い系。いや、そういうことではないです。やっぱ見てしまう。どういう時に見てしまうんですか。そういうこともあるということです。交際相手を見つけるためにやっぱりその出会い系サイトはその、ね、基本的に悪いことであるとは思わないんですけど、はい、交際を相手を見つけるためにその出会い系サイトはじゃあ最近まで利用していた。いや、全くそんなことはない。そのお付き合いする方ができて、もう全くそういうことはしてないです。その後お別れしましたけれども。でも見ることは見てる。いや、もう見てないです。いや、さっきの見るって。いや、その直後ということですから。はい。最近は全然見てない。全くないです。すみません、ちなみに今に聞いてないんですが、はい、知事になられてから、あった具体的な回数を確認させてください。2回ですね。2回ですね。はい、記事の中では A 子さんと B 子さんという2人の女性が出てきていますが、はい、それぞれ覚えてる限りで出てきていて、 A 子さんはいつから付き合っていて、だいたい月にどのぐらいのペースで会われていたのかというのを確認させていただいてもいいですか。A 子さんがどちらかわからないんですけれども、少なくともまず一度長く付き合った方がおられて、それがちょっとごめんなさい、
の一月に 1,2 回でしょうか。でその後その方をまず A 子さんとするならば、その A 子さんという方と疎遠になってしまって、でその後別の方とやはり月に 1,2 回でしょうか、そちらもそれなりに長くお付き合いをしたと思います。年近いんじゃないでしょうかね、おそらく、はい、ではないかと思います。お互いにかどうかはちょっとわからないんですけれども、先ほどの話ですよね。でそうすると12月に会った方ということですよね。そうすると今の話でそれは A 子さんになるんですけれども、少なくとも A 子さんの中である程度の好意はあったと思います。そう感じるっていうのは何かご自身の中でこういう言動があったからそういうふうに思ってくれてるのかなみたいな、ね、具体的な、それをあまり具体的に言うのも非常に申し訳ないですけれども、それはまあそのようなご発言もあったという、そのような言葉もあったということですよね。好きですというのはないですけれども、まあ、楽しいというようなことはおっしゃっておられたと思います。年単位で月に1、2回会われている中で金銭を払わずに会うということは一度もなかったんですか。全くなかったわけではないのかなと思いますけれども、でも基本的にはあまりないと思います。ご自身の中でお金を払わないと会ってもらえないのではないかというふうにちょっとこう気づく場面じゃなかったんですか。まあ、それをごまかし続けたということだと思います。まあでありそうすることによって、まあ、やがて好きになってくれるだろうと思っていたということだと思います。それはやっぱりちょっと先ほどからおっしゃっている自由恋愛とかその恋愛感情と違うのではないでしょうか。まあ、そう思われる余地はあると思います。ちょっと先ほどからその今回、まあ、決心がついて辞めるということをおっしゃっていましたけれども、今一つのなぜ辞めるのかがよくわからないんですけれども、その今まで違法性がないと思って付き合ってらっしゃっていたものを違法性があるとご自身が判断したから辞めるということに至ったのか、ちょっと具体的になぜ辞める決心をしたのかということを教えていただきます。まあ、今ほどまでのお話にあるように、そこは正直に私自身はそう思っていたし、そう思おうとしていたところがあるんだと思います。今ほどご質問いただいた通り、それは本当は気づくべきであり、本当は薄々気づいていたのを一生懸命自分自身でもこれは恋愛なんだと、好きになってくれてるんだと思おうとしていたところはあるんだと思います。 でもそれはやはりそう思おうとしていてはいけないということを、まあ、が一番大きな理由だと思います。気づいたので、初期と決心したということ。まあ、それによって、はい。ちなみにこれまでの間に、その女性に支払ったお金の合計っておいくらぐらいになられると思いますか。全くわかりません。もう全然そういうことは計算されていない。全くしてないです。ありがとうございます。久しぶりです。知事のですね、支援組織からはですね、今回の件は、日曜日に週刊文春の取材を受けるまで、知らなかったんですが、それが初めて伝えられたということだったんですけれども、これまでにこういう関係について、他にですね、知人の方とかあるいは支援者の方とかでそういう話をしたことはありましたか。ないの。誰にはされてなかったしてません。それはなぜでしょうか。まあ、そこはやはり先ほどから申している通り、自分の中ではこれは恋愛だと思いつつ、しかし人から誤解を受けるということに関して認識はあったということだと思います。つまり後ろめたい気持ちはあったということになるんでしょうか。少なくとも人に誤解を受ける可能性はあるという認識はあったということです。自分の中では恋愛と思いたかったけれども、そうじゃないという部分もあるというふうな部分があったと思っていて、それは
通常であればいろんな人とのやり取り、あるいは近い人間とのやり取りの中でですね、指摘をされたりするものだと思うんですけど、そういう機会はなかったということになります。なかったですね。まあ残念でしたね。そこをもっときちんとお話しして、ね、もっとそんなことは違うよと、早く言っていただく機会を持つべきだったと思います。そういう関係の人が、まあ、知人にということですね。知人にお話しして、毎日新聞の堀と申します。公職に就かれる方の考えについてお伺いします。公職に就かれる方というのは、こういうふうなプライベートっていうのは一切持ってはいけないかったんだというふうに知事は今どうお考えですか。やはり私自身も、まあ、ものすごく正直に言うなら、仮に私の意図が全く誤解がないものだとしても、そうはたとえ全く誤解されないとしても、やはりそれは自分を大きく見せようとしていますよね。その自分以上のものを使ってその相手の行為を引こうとしているんだと思います。でそれ自体が公職にあるものとしてあるべきではない。本当に私はついてから本当に思ったんですけれども、本件とはちょっと違う話でも、公職にあるとありとあらゆることはやはりそれはみんなから見られます。でほんの少しでもこう自分を飾っていると、本当にそれがつまびらかになってしまって、後でこう非常に辻褄を合わせることに苦労してしまう、だなっていうことを、ね、非常に感じました。だからそういう意味で自分を飾るということは本当にあってはいけない。でそれはたとえプライベートにおいてもそういうことをしてはいけないというふうに思っております。新潟日報の桑原です。確認なんですけど、先ほどの後ろめたいという発言があったんですけども、バレないといいなと、つまりバレないといいなと思ったということでしょうか。そうですね、その誰にも知られないことを望んでいたと思います。今こういう事態に陥ってですね、女性に対しての思い、何かございますでしょうか。とは言いながら、やっぱり私は彼女たちから本当に癒してもらったと思ってます。それはもちろん私がもしかして自分以外のもので得たものかもしれないですけれども、本当に立ち上がることもできなかった私に対して、それはもしかして仮初めだったかもしれませんけれども、その立ち上がる気持ちを与えてくれたということに対して本当に感謝しています。新潟日報の前です。今日は辞表を辞表として出されたと思うんですが、退任まではまだお時間あると思うんですけど、退任まではどうされるんですか。もちろん退任までは知事ではあるわけです。ですからそこの職責は常に果たせるようにさせていただきたいと思います。ただもう私自身が何かの方向性を決めるという立場にはないんですけれども、しかし次の人がやりやすい環境は可能な限り作っていきたいと思っています。もし次のが疲れる方が私が作った政策の一つでも継続していただけるなら、それを可能な限り継続しやすい形を整えていくというのが残された責任だろうと思っております。公務を続けられるという、公務に戻られるという、そのいわゆるこの知事席について、そしていろんなこう公の場に出るということではないですけれども、少なくともさまざまなことについてきちんとしたそのできる限り の, ことをしていくということはしていきたいと思っております。盗聴必要であればもちろんさせていただきます。ただ基本的には盗聴を前提とせずに、この点は こんなふうに、この点はこんなふうにお願いできますかというふうにお伝えする方が私としては混乱は少ないと思っております。公社には常におります。そうすると会見等もこれが最後の機会になるという考えですか。おそらくはそうだと思います。
であれば実施したいんですが、まあ、トップとして県政運営に当たってきた立場として、この1年半この県政運営をどう総括するかというのを自己評価をさせてください。まあ、終わりよければ全てよしという言葉がありますが、逆に言うならば終わりが悪ければどんな県政運営もそれは全く全て悪いことになってしまいますから、その評価というのは全くできないということなんだと思います。ただ少なくとも皆さんの力を借りて生み出したものに関しては決して悪くないものができていたと思います。そこはぜひぜひ地位の方のスタンスで本当に立場で構いませんので引き継いでいただきたいと思っております。新潟日本石田です。米山県政になってから教育委員会で女性の職員の方が過労死でと思われる事案で亡くなりました。でまた他の県の職員の方々も何百時間という教訓をされている方がいて、一生懸命その米山県政を支えようとされてきたと思うんですけども、そういった県職員の方々に何か今言いたいことっていうのはございませんか。申し訳なかったです。本当に皆さんの努力を無にしました。本当にその方はもちろん象徴ですけれども、予算編成って本当に大変なんです。でしかも本当にその大変な予算編成っていうのは基本的には私の構想に皆さん合わせて作ってくれるわけです。でその作っていただいたものが無になってしまうわけですから、本当に申し訳ないと思います。女性と会われた12月とおっしゃってましたけれども、12月って予算編成の真っ最中で真っ只中ですよね。そこで自分が今上京されるなりしてそういう交際をしているときということに関して自分自身の中で思うことっていうのはなかったんでしょうか。やっぱそこは大変恐縮ながら、ただそこは非常に私としては非常に相手の方もわざわざご連絡をいただいていますし、で、まあ、比較的いろんなそういう言葉もありましたから、は本当にこうしかも決して公務を無駄にはしていない、公務がない時ですので、まあ、自分としては本当にひとときの癒しだったというふうに思っています。産経新聞に近いと思います。知事は節目ごとにその自己評価点数を掲げてましたけれども、この約1年半を振り返ってみての自己採点は何点ですか。まあ、終わり悪ければ全て悪いですからね。これはマイナスなんでしょうね。マイナスいくつかはもう言えないっていう状況だと思います。NHK の木村です。先ほどから女性の件なんですけれども、自分は知事はそう思ってなかったということであれば、それこそ昨日おっしゃっていたように辞めないというのがあったかと思うんですけれども、金銭ルールに関してご自身から支払ったのか、その相手の方から欲しいと言われたので渡したのか、どちらでしょうか。どちらもではないでしょうか。どちらもあり得るというか、そんなにそこはなんていうかどちらかというようなことではないと思います。暗黙の了解というか。そうですね、ま、要は相手が欲しくないものを差し上げるってことはないわけですから、相手は欲しいとは思っているし、でも私もあげたいと思っているということです。確かめたりされたこととか、まあ、今もお互い好きだったんじゃないかとおっしゃるんですけれども。いや、そんなことは全く言っていません。私からのそれはおそらく中年男性から の非常にのぼせ上がった思いだったんだと思います。相手のからの声に感じたは多少なりともということですよね。お付き合いしたら同棲することもありますし、そういうプレゼントや記事の授受あったりすると思う。その後の結婚などあればそういう気持ちは私にはありましたけれども、相手にあったかどうかまでは分かりません。確認することもなかったんですか。そうですね、まあ、もしかしたらそれはなかったかもしれません。確認と言いますか、私はそうしたいとは言ってましたから。本人に対して、はい、それでお二人にと思って。そうですね。
順次ということですけど、そうであるならば、その今回辞められる理由としては相手の方がどう感じたかっていうところなんでしょうか。いや、その対応自体だと思います。対応というのはその誤解を招くような対応であったということだと思います。でも渡したというところなんですか。そうですね。それがいろんな見方をされたとしても、はい、誤解を招くというところで辞められるんですか。はい、そうです。それと一応まあ1年半ということなんですけれども、すぐに選挙ということになると思うんですけれども、これにもやはり多額の税金というのがかかるんですけれども、それについてどう思われますか。申し訳ないと思います。なんかよろしいですか。申し訳ありません。新潟日報の桑原です。議会の方からですね、知事の説明責任を求める声が上がっています。まあ、それは最大会の自民党をはじめ、まあ、知事を支援する政党からも上がっていますが、まあ、この会見をもってその責任とするのか、また改めて何かしらの説明を出すのか、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。それはその時また対応を考えさせていただきたいと思います。要請があるかというか、要請があった時に考えさせていただきたいと思います。はい、お願いします。じゃあ、はい、知事は、まあ、野党共闘から出てきたわけですけれども、今後また知事選になります、そこに何か望むことはありますでしょうか。ぜひ本当にね、私が言える立場では本当にないんですけれども、まあ、特に野党共闘であれば原発問題をはじめとして、で、まあ、もちろん野党共闘でなくてもなんですけれども、どなたであれということなんですけれども、原発問題をはじめとして多くの目を出した政策の一つでも受け継いで、そして一つでも形にしていただければ、これ以上のことはないと思っております。そこに自分が関わることというのは何かあるんでしょうか。少なくともそれができやすいように最後の整理をしていくというのは私の責任だと思っております。整理をしていったらどのようにすればそれが進みやすいかということに関して、少なくともある程度次の方がお分かりするよ、分かりやすいようにしておくということです。この後その政治的なそのお仕事というのは、まあ、知事を辞するわけですけども、ある程度例えば、まあ、どんな水着か分かりませんけども、あったら何かをまたやりたいなという考えはありますか。現時点では全く考えていません。あとすみません、その知事を辞める理由というのがやっぱりはっきりしない。先ほどからその自分で違法性はないとおっしゃっているわけで、でじゃあ何があるんですか。道義的責任なんですか。道義的責任でしょうね。ここはもうじゃあ違法性では認識は全然していなかった、まあ、それはそういうことがあり得ると、そういうふうにも見れるということは分かっていたとは思います。その女性と結婚しようとかは思わなかったですか。思ってましたよ。そうですね、まあ、結婚って一足飛びに行くかどうか分かりませんけれども、金銭向きの関係にしようという努力は何かされたんですか。随分一生懸命したと思います。はい、実事の斉藤と申します。まず女性の話なんですけれども、知事に就任されてから2回会われたということなんですが、場所は東京で会われたということです。東京です。これは公務でというか、状況で東京に行って、それでお会いになられたのは、公務内の、いわゆる休み休日ということで。そうです。場所はご自宅なんです。ご自宅、自分の自宅です。ご自宅、いずれもじゃあご自宅であって、で、あるいは外で、なんかどこか、デートではないですけど、なんかどっか行ったりとか、そういうことはなかったんですか。ありました。ありました。はい。映画を見に行ったりとか、いろいろあったと思うんですけど。食事ぐらいですかね。はい。で、これちょっと繰り返しになるかもしれませんが、これは交際前、失礼しました。就任前、就任後含めてなんですけれども、大体その会うたびに最後にやはりお金を渡されていたという。それはいろんなことがあったと思います。各界大体3万から4万ぐらいお支払い。大体そんな形だと思います。そういうことですか。それともう一点、男性が登場してくるんですけれども、これはいわゆる知事に会わ、なられてからお会いになった女性の交際相手。その通りです。それはいつになって男性が登場されたんですか。その。なった後で、そもそも私その方が交際しているってことを知りませんでしたから。男性が別の男性と交際しているのは知事は全く知りません。で、男性が登場してきたのは
知事が就任された後に、その通りです、ね、要するに、まあ、男性が出てきて、はい、でそれは最初はあのメールというか直接どういう形で接触があったんですか。非常に分かりづらいメールです。女性との関係というのはどういうふうに説明されてたんですか。全く説明はありません。あのなんか名指しというか名前を名乗ってないとおっしゃってました。そうです。属性についてはその女性との関係というのはどういうふうに説明されてたんですか。それも特にないです。でまあ、あの男性としては女性、要するにどうしてくれるんだ的なことを、まあ、言ってきたということ。その通りです。でそれは何か弁護士をお立てになったりとか交渉の過程の中で途中から弁護士さんに依頼いたしました。やっぱりあの非常に分かりづらかったですの で, でその、まあ、弁護士を立てて向こうあの相手方も弁護士さんなり何なりが立って両方弁護士同士で何か交渉されたというか。いえ、相手の方が弁護士を立てていたとはあの認識していません。で、その具体的に何を要求したかということについてちょっと分かりづらいんですけれども、それについてはあの正直そこは最後まで分かりづらい方でした。要するになんか何をしてほしいのか、あるいは何か、まあ、いわゆる西洋見せろ的なよく、まあ、それにその通りの言葉ではありませんけれども、はい、全体にはそういった形です。はい、要するに、まあ、あの露骨にお金を要求するということになればそれは逆に要求する方が、はい、あの罪に問われる可能性ももちろんあるわけですね。そこは、まあ、あの巧みに、されて、まあ、しているんだろうけれども、そこは受け取り方としては知事はどう受け取るのか。まあ、あのその方の意図は私は全くわからないので、はい、本当のところどんな意図があったのかということは全くそれはわからないんです。ただわからない状況でそういった方を言われますと、それはこちらとしてはもしかしてそうなのかと思う余地はあるわけです。考えろというようなことなんでしょうけれども、はい、まあ、あの具体的に、例えばあの、まあ、金銭なのかということは言ってないですけど、やっぱりそういうことは頭をかすめたというか。当然あのそれもし思ってなかったなら本当恐縮ですけれども、それは非常にはっきりしない言い方でしたので、それはかすめてはしまったということです。要するに、まあ、場合によってはこの人はお金を要求しているんだろうなということは、まあ、ま、かもしれないなということですね。最終的にはどういう形で、まあ、決着はしてないわけですよね。決着以前の問題として途中から連絡がなくなりました。あ、なるほど。でこちらからその後別に連絡を取ろうとしても、何回かご連絡くださいとは申し上げたんですけれども、まあ、弁護士を通じてですが連絡 レスポンスがなくなりました。あ、そうなんですね。で直接知事にもメールとか電話で何かコンタクトもあったんですか。最初はもちろん直接来たわけです。弁護士をかけになって、はい、弁護士を通じてお話をされた、はい、はい、はい、分かりました。あともう一点、まあ、交際をされていた時の、まあ、相方って言ったら変なんですけれども、まあ、ご自身の例えば東京の、まあ、マンションっていうのもなんか報道されてますけども、それ以外にはどういう形でどんなところでお会いになってたんですか。まあ、プライベートですけれども、はい、そこはあまり特定なことを言うのもなんですが、まあ、それはあの食事をしたり、それはもちろんあの大変恐縮な、ちょっと口がはばかられますけれども、ホテルにということもございました。要するにこう、まあ、これはちょっと下世話な話で恐縮なんですが、やっぱり一回一回関係があってお金を払うということになると、まあ、ちょっとこう対価性とか回春ということにもまあつながりかねないと思っているんですが、そういうことではなかったんでしょうか。まあ、私の認識はそうではなかったということです。じゃあ必ずしも、まあ、変な話ですけれども、そういう関係がないような中での、まあ、こう付き合いというんですかね、まあ、デートみたいなことが当然あったというか、まあ、私の認識ではということですね。ということは、まあ、援助交際と言われるということに対してはご自身としてはあまり納得していないという理解です。まあ、その、まあ、援助交際って何かということだとは思うんですけれども、まあ、少なくとも私の認識ではそういうつもりではなかったということです。まあ、自由恋愛というか、ただしそこは確かにおっしゃる通り、その自分を大きく見せようとしていた、そういった形であったと思います。わかりました、ありがとう。毎日新聞です。今回の一連の行為というのはですね、ご自身が知事でなければ問題にならなかったことだとお考えでしょうか。公職についていなければ問題にならなかったような事態だとお考えでしょうか。問題の定義だと思いますけれども、その、まあ、もちろん望ましくはなかったということに関しては変わらないと思います。
ただこういうふうに取り上げられたかどうかはそれはわからないと思います。今回このように取り上げられたことについて知事ご自身は現段階でご納得はされてるんでしょうか。公職にあるものですから当然です。先ほど公職という話で恐縮なんですけども、公職に求められる倫理性合理性というのはどのようなものだとお考えでしょうか。そうですね、やはりそのはい、公への奉仕者でありで、また少しその公職のそれぞれの立場によっても違うんだと思うんですけれども、少なくとも私はいろんな方に指示をする立場ではあるわけです。でしかもさらに本当にね、また私がこの今の私がそういうことを言うのは非常に切ないんですけれども、少なくとも理想を語る役割なんですよね。その理想を示す役割であり、そこに理想に向かっていこうという役割です。それはやはりそれを示すものとしてふさわしいありようがあると思います。UX の近藤と申します。医師でもあり弁護士でもある、知事ですけれども、辞職後は何をなされるつもりでしょうか。ゆっくり考えたいと思います。何かそういうことを考えられる状況ではないです。ちなみに確認ですが、今夜から明日にかけては知事公舎にいらっしゃる感じですか。はい、今日よろしいですか。こちら、あ、じゃあこの2人で最後に。はい、日本銀行の奥田です。今なんですが、一部の情報で現時点でも非常に若い相手の方の一人の非常に若い方だというふうに聞いてはいるんですが、出会った時点でも未成年ではなかったというのはなかったと思います。少なくともそこはいろいろお話をしてますので、お話の中でそれが全く違っていたら違うんですけれども、いろんなそのインターンシップのお話とか、そのいろんなそのお話を伺ってますので、少なくともそこからはちょっと未成年であるということは非常に考えづらい。でそのお話がそれぞれきちんと整合しているといいますか、ちょっと嘘のような話には思えないですから、ないと思います。逆にそんなことは全くしないんですけれども、普通のその、ね、お話の中でどんな生活をされているかという中 で私がまたそのこれも、ね、大変恐縮ながら、少しアドバイスなんかもしたりしているわけなので、そういったアドバイス等々を勘案すると、それはちょっとないと思います。今後まだゆっくり考えたいということですが、新潟県には住んでいるでしょうか。そこも、どんな仕事をするかによろうかと思います。最後に今新潟県のそのバックにして会見をされてますけれども、この様子がおそらく夜のニュースなどに流れたりするのではないかと思うんですが、そのことについて病院が認識してらっしゃるかお願いします。大変申し訳ないと思います。産経新聞近藤です。先ほど相手の女性と結婚しようと思っていたのか、そこまでそのすごく一足飛びではないですけどね、その結婚について話し合ったりとかっていうのは、そんなに一足飛びではないですけれども、冗談めかした形ではそれは話してはいます。プロポーズをしたとかそういうことではないですか。そんなことではないです。それはちょっと現実的でないと言いますかね。その時相手はどんなふうに考えますか。それはもちろん一周されてはいます。ありがとうございます。じゃこちらで終わりでいいですか。はい、はい、先ほどの女性と付き合ってた別の男性の話ですね。途中やり取りを変更しました。これは今もう属性は分からないんでしょうか。男性の属性は属性は分からないですね。男性という以上の属性は連絡先が分かる程度。そうですね。でどういう立場でそういう形でこう、交渉っていうんですか、接触してきたかっていうのはちょっと分からないままなんでしょうか。ものすごくはよく分からないですね。例えば別れてほしいとかちょっと言ってることがわからないということだったんですが、ちょっと私のイメージは分けにくいんですけど、例えば交際、変な話、その女性とその男性が交際しているんだったら、山山さんに別れてほしいということなのか、
すでに私と会わなくなってものすごく時間が経ってからそういうことが来ましたので、そういう意味では別れてほしいということはありえないと思います。それはその最後に会われたのが、16年の12月とおっしゃってましたけれども、はい、その男性からアプローチというか接触があったのはいつ頃ですか。17年の8月ですね。そうするともう、半年以上経っている、はい、ということですね、はい、でそれはじゃあ別れてほしいということではなくて。ありえないです。そうすると具体的にちょっと私まだあまり理解できてないんですけど、どういう文言で、まあ、正確でなくても結構です、どういうことを。いや、お前が何をすべきか考えろというような形です。もうその一点張りなんですか。いや、それに類するような形です。でそれがどれぐらい、接触が続いたというか。2週間ぐらいでしょうか。ちょっとあまり記憶は定かでないんですけれども。でその後はもう連絡が来なくなった。そうですね、はい、接触があって、じゃあ弁護士をもうすぐお立てになって、あとはもう交渉任せ。いや、すぐではないです。3、4日してから、やはりそれはこれは弁護士さんにお願いした方がいいと思ってお願いしました。弁護士をお立てになって、まあ、2週間というとそんなに経ってないですよね、はい、やり取りとしてはじゃあ本当にすぐ終わっちゃった。あまりやり取りはないです。でそれ以降はもう特に接触はしてきていない。そうです。そういうことなんです。はい、泉田前知事が電力業界、原子力村は何を仕掛けてくるかわからないと、土星問題には気をつけていると発言していたのをどう受け止めていたんでしょうか。でこの今日の事態は選挙に出る時点で予想されたことでもあると思うんですが、森裕子さんはじめ、ご相談しなかった理由をお聞きしたいのと、まあ、この時期にこういうタイミングで、なぜ出てくるかということについて、まあ、官邸あるいは原子力村電力業界にその B 子さんの知り合いの女性が、男性が、まあ、情報提供を進められたとか、そんな可能性はないんでしょうか。少なくとも女性、何人かの女性は米山知事に対して怒ってるとか、伊藤詩織さんみたいに、怒りの会見をしたわけではないのにこういう事態になった背景、理由等について、3点についてお伺いしたいんですよ。泉田さんの女性関係に気をつけていると、原子力問題、原発問題で東京電力に対峙している知事なんだから、私は最新の注意をしてますと、金銭問題にも女性問題にも、そういうふうに泉田さんはインタビュー等でおっしゃってたわけですよね。で当然引き継ぐときに助言も受けてるわけですよね。 なんでこういうことになったわけですか。それとは もちろんそのご助言もあるとは思いますけれども、まあ、それ以前の問題として先ほど申しました通り、その公職に就くあるべきものとしての気持ちが足りなかったということだと思います。でまた選挙に出るときに森裕子さんに言わなかったんですか。隠してたんですけど、女性問題当然身体検査あったわけでしょ。その時に女性問題どうですかって聞かれたときに嘘ついたわけですか。このことは申し上げておりません。聞かれなかったんですか。何も女性問題なんかありませんかと、変なこと書かれてませんかと。当然聞きますよね、森裕子さんはじめ選対幹部の人。まあ、あまりそこは記憶がないです。で泉田さんからも引き継ぎを受けるときに気をつけろと言われたんじゃないですか。女性原子力村は何仕掛けてくるか分かんないから。まあ、それは伺いしましたけれども、まあ、それ以前の問題として私自身の公職に就くものとして の自覚が足りなかったということだと思います。でまたこの問題は一重に私の問題であり、他に責任のある人はいないと思います。米山知事だけの問題じゃなくて、 原発再稼働を止めてほしいという県民および県外の人の期待を担って当選したわけですから、あまりに危機感がなさすぎるんじゃないですか。そのことについては本当に私としては申し訳ないと思っております。そしてぜひ先ほど申しました通り、決してその一つの方向を決めているわけではないですが、ぜひどなたでも結構ですので、この問題をきちんとみんなで議論して、合理的に議論して、そしてしっかりとした未来への解決につながる結論を出していただきたいと思います。オープンになったのはなんかハッキングがあったとか、電力業界あるいは官邸関係者が動いてたとか、そういう噂は無理にしてないですとか、なんか不自然なというお感じになってたら、あるいは女性からこういう事態になって申し訳ないという連絡があったのかどうか、そのあたりをお伺いしたいんですが。一人に私の責任です。
本当にそのことに対して私は本当に申し訳ないと思う。そして本当に誰のせいでもないので、ぜひどなたかにしっかりとした結論を出していただきたいと思います。それでは以上でこれで会見終了いたします。